このセッションではまず PWA とはどんなものなのか、その利点とワードプレスのウェブサイトの PWA 化について、その手法や注意点などのノウハウをお話しいただきます。またワードプレス PWA 化プラグイン PWA4 ワードプレスを利用した簡単なワードプレスサイトの PWA 化のデモもご紹介いただきます。それでは新藤龍之介さんでチャレンジ PWA、 ウェブの舞台はホーム画面へ進撃するです。どうぞよろしくお願いします。はい、これからですね、大体40分ぐらいですね、PWA についてのお話をさせていただきます。新藤と申します。よろしくお願いします。先ほどご紹介いただきましたけど、僕今年のですね、春先ぐらいから、PWA に関しての集中勉強会みたいなのをちょっと主催したりしてですね、PWA 推しみたいな感じで、最近ちょっとですね、飯交換の時に、あ、PWA の人って言われるような、ちょっと嬉しいやな、なんかちょっと推しすぎてんのかなっていうのがございますですね、まあそんな感じなんですけど、ワードプレスについてもですね、普段僕はウェブも作ったりしてますんで、その関係でワードプレスもよく使ってまして、そこで、ワードプレスを、PWA 化するっていうですね、プラグインを開発しまして、これ先月リリースしたばっかりです。まだですね、あんまりこうダウンロード伸びてないんで、よかったら使ってやってください。はい、じゃあ早速、お話入っていきたいと思います。PWA そのものについてですね、ちょっと皆さん、PWA 初めて聞くっていう人どのくらいいらっしゃいますか。はい、バラバラいらっしゃいますね。はい、プログレッシブウェブアップスということで、まあ、ウェブサイトがアプリになるよみたいな感じのですね、イメージで、考えていただければと思うんですけど、まあ、プログレッシブって意味ですね、まあ、進歩とか革新とか前に進む、前進するみたいな感じの意味があるんですけど、まあここで言う PWA、プログレッシブウェブアップス、まあ、最近一般的に言われているものとしては、アプリ、まあウェブサイトをこうアプリ化するようなイメージでですね、まあ、ローカルのスマホとかに、アプリとしてインストールされたアイコンができるよみたいな感じのですね、そういったものという感じでイメージしていただければと思います。まあこういう感じで、これ Google さんのサイトから引っ張ってきた初めてのプログレッシブウェブアプリっていうページがあるんですけど、ざーっと見ていくと、こうちょっと赤字でハイライトしてるんですけど、例えばオフラインとかですね、サービスワーカーとか、ちょっとキーワードがチラチラと出てくるんです。 HTTPS とかですね、そういう感じのキーワードはちょっとバラバラあるんですけど、ざっくり言うとウェブアプリがローカルアプリになるよ。で、まああんまりですね、ちょっと注目度低い技術なのかなっていうか、あんまりこう意外とまだ知られてないところが多くてですね、なんだけど結構、これからですね、ちょっとまあこう何て言うんですかね、ウェブっていうウェブの世界にとっては、これがこうスマートフォンのホーム画面にアイコンができてですね、よりこうユーザーさんがこのページにウェブサイトにたどり着きやすくなるとかですね、そういったことを考えると、ちょっと新しいフロンティア的な、技術なのかなっていうのは思うんで、これちょっと僕はもっとですね、ぐいぐい押していきたいなっていうふうに思っている技術です。で、まあ今言った通りホーム画面にアイコンができて、でインストールした時にウェブコンテンツとかをですね、こう自分の、ブラウザの中にですね、キャッシュとしてダウンロードしておくことによって、オフラインの時とかでも、サイトを開くと、まあオフラインの時にウェブページ開くと大体オフラインですと、まあ恐竜アイコンが出たりとかして、まあ、何も表示されないんですけど、そういう時でも、自分の好きなようにですね、オフラインのコンテンツをコントロールできる、そういった利点があったりします。あと、まあ今のところ Android だけしか対応してなかったりするんですけど、バックグラウンドで、バックグラウンドシンクっていうんですけど、例えば、オフライン状態で送れてなかったメッセージを裏で送ってくれるとかですね、そういったバックグラウンドでのシンクですね、バックグラウンドでの動作とか、あとプッシュ通知とかですね、そういった、ものが実装可能になるっていう利点もあります。PWA、じゃあ具体的にどんな感じで動いてるの？今日ちょっと、まあ、あまりこう技術的な話っていうのは深掘りしないでさっとこう流していこうと思ってるんですけど、まあ、実装にこう重点を置いてですね、まあ、ざっくり絵で示すとこんな感じで、真ん中のこのサービスワーカーっていうこの歯車ですね、このサービスワーカーが、まあ、そのキャッシュをコントロールしたりとかですね、裏で動く、まあ、部分になって、キャッシュしておいたコンテンツを、まあ、ブラウザからリクエストがあったときにキャッシュを表示するかとか、オンラインで、サーバーからコンテンツを取ってくるかとかですね、そういったところをコントロールしてあげるというような、役割を担っています。なので、まあ、このサービスワーカーってやつが、この PWA の、まあ、コアというかですね、キーになる技術というふうに思っていただければと思います。はい、
で今こう推してる PWA ですね、これ何がいいのっていうところをちょっとお話をしておきたいと思います。まあ、ウェブとアプリのいいとこ取りって感じで、書いてますけど、まず、早いってことですね、動作が早い。でオフラインこそ最速って言ってますけど、まあサーバーに聞かずにオフラインに保存しているキャッシュを表示するわけですから、まあ、どんなサーバーをチューニングするよりも、どんなにネットワークを速くするよりも、ローカルでプッて取ってきて表示する方が早いに決まってますから、早いっていうところですね。それから、導入が早い。まあ、これ早いって2種類の早いっていう意味ですね。既存コンテンツ、もしウェブサイトを既存でですね、持っている場合、そこにちょっと付け足すだけでも、こいつを、まあ、アプリ化することができる。なので、まあ、導入が非常に手軽、一から PWA としてものをこうアプリ的なものを作らなくても、いいよっていうところですね。導入が、まあ、割と手軽に早くできる。はい、でうまい、これは、まあ、いいとこ取りってことですね。アプリのいいとこ、まあ、ホーム画面にアイコンがあるって、これ非常に強力ですよね。皆さんスマートフォン多分使われてると思うんですけど、スマートフォンでウェブを見るときにブックマークから辿ってあのサイトはっていう辿り方って今時僕全然しなくなっちゃったんですよ。もうどっちかというとあのサイトなんだっけってなったらもうググっちゃうって感じで、あんまりこう特定のサイトをブックマークしたからといって後で思い出してブックマークから追ってってってことはなんかもうしなくなってる気がするんですよね。で、バイクが遠いですね。よいしょ。はい、ごめんなさい。あと、まあ、ウェブのいいところ、ウェブのいいところですね。なんといっても検索に乗るところですね。ググって出てくるところですね。で、アプリと違って、そのコンテンツの内容とかそういったものも普通にクローリングされて、ウェブ、まあ、検索エンジンにインデックスされてるんで、普通に検索すれば出てくるっていう、まあ、検索に乗っかるよっていうところ。あとは、普通のウェブサイトですから更新も容易ですよっていうところ、あと、一つのコードで多くのプラットフォームに対応している、まあ、iPhone 用とか Android 用とかを別々に作る必要がないっていうのは、まあ、ウェブなんで当たり前ですね。そういった利点を兼ね合わせていると言えると思います。あと安い、導入コストが安いっていうところですね。まず作るのが簡単なので、その分、まあ、ささっとできちゃうんで、すでにウェブサイトがあればそのままアプリ化できるんで、個別の開発が不要ですよっていうことで、非常にまあ導入コストを抑えられる。それから通信料も当然キャッシュを使うので、その分キャッシュされてるコンテンツは、まあ、毎回毎回サーバーに聞きに行く必要はないので、サーバーに対する、まあ、通信料、まあ、いわゆる皆さんのギガも抑えられますし、あとはサーバーを運営する側にとってもサーバーに毎度毎度トラフィックが発生しませんので、サーバーの負荷も軽くなるっていう、両方にとっていいってことはあります。で、PWA そのものもアプリとして非常にコンパクトですので、まあ、例えば、Facebook のアプリとかだったら多分今も100メガ超えてますよね。だけど、通常 PWA のアプリって何百 K とかに収まるぐらいのサイズ、非常にコンパクトなサイズで収まります。まあ、その裏であとはこうインストールした後にキャッシュを取るためにこうコンテンツを取ったりとかするんですけど、それはまあコンテンツのサイズによるっていう感じになるんですけど、非常に PWA の自体がですね、アプリとして非常にコンパクトです。はい、まあ以上のような感じの利点がありますよということと、あと、あらゆるプラットフォームへということで、なんで今ですね、今年に入ってこんな PWA を推してんのっていうところなんですけど、まずこれ今年の3月の、PWA に対する、まあ、対応プラットフォームなんですが、これ、ですね、canuse.com っていうところでこう API 何が使えるって、これサービスワーカーの API なんですけど、3月の時点だとまだこんな感じ、 Chrome と Firefox ぐらいしかこう対応してないような状態だったんですけど、9月、今月ですね、今月の見ていただけるとほぼほぼですね、エッジとかですね、サファリとか iOS のサファリとかこういったところも、対応してきてますので、ほぼほぼの、プラットフォームで、対応されているような状態になってきてます。で、やっぱりiPhone のシェアが非常に大きい日本では、サファリの対応、サファリがこれに対応してきた。これ3月末ぐらいに、サファリバージョンアップで、PWA というかサービスワーカーに対応してきたんですけど、サファリで使えるようになったっていうのは非常にインパクトが大きいです。まあ、海外だと Android のシェアが結構8割ぐらいいってたりするんで、海外だともう割と当たり前に PWA が実装されているサイトってたくさんあるんですけど、日本だとどうしてもですね、やっぱり iPhone で使えないんでしょうっていうところがあって、まだ
導入が進んでないっていうのが結構現状ですね。であと Windows なんかもですね、マイクロソフトさん結構独特な対応をしてきてて、Windows はパッケージ化した PWA をストアで配布できるようになるということで、Windows ストア、アプリストアみたいなところで PWA のパッケージが配布できるようになるっていう、感じで聞いてます。あと、MS さん自身もですね、PWA をこう作る、パッケージ化するためのツールとして PWA ビルダーっていうのをですね、フリーで公開してたりとかですね、しています。あとなんか瓶の検索で PWA を収集して、それもなんか勝手にマーケットに乗るような、なんかそういう感じの話も聞いてます。はい、ということで、さっき のサービスワーカーの対応状況のまとめなんですけど、こんな感じ。このオレンジのラインのとこですね、これ上の段が日本で下の段がグローバルなんですけど、全てのブラウザーっていう観点でいくと、日本ですね、大体倍になるって感じですね。でグローバルも、iOS が乗っかってきてグイッとこう上がってきたっていう感じで、ただこれ右側のグレーのところがあったりするんですけど、これをですね、日本が8割、グローバルで 88% で、これモバイルに絞ると、99% が、サービスワーカーが動くよっていう、環境が整ってきているっていうふうに言えます。これそう考えれば、今ほとんどの人ウェブでモバイルで見る人をターゲットに、モバイルファーストで作る人が多いんじゃないかなと思うんですけど、モバイルの 99% が対応してるってなれば、これはもう導入の価値ありなんじゃないかというふうに思います。あと導入してなんかデメリットあるんじゃないかとか、ちょっと怖いとかっていうのもあるかと思うんですけど、これ正しく導入さえすればですね、たとえ対応してない端末から参照したりとかしたとしても、うまいことですね、対応しているところだけで動いてくれるっていうような感じで、動いてくれますんで、このところは心配しなくても大丈夫です。ただ一つだけ気をつけてほしいのが、iPhone、PWA ってアプリ化するとですね、ツールバーというか、アドレスバーの部分を消すことができるというか、表示しないようにすることができるんですけど、その時 iPhone、Android と違って戻るボタンがないので、例えばなんか画像だけをウェブページの前面にボーンと表示するようなページにたどり着いてしまうと、戻りようがないっていう、なんかどん詰まりになっちゃうっていうですね、そういったことが起きますので、ちゃんとナビゲーションですね、ウェブサイトにちゃんとスマホ版のウェブサイトにナビゲーションをつけてあげるのは忘れないようにしましょうっていうところですね、この辺はちょっと気をつけていただきたいと思います。はい、ということで、あとは導入の話になっていくんですけど、段階的導入っていうところから、話をしていきたいと思います。プログレッシブっていう言葉、PWA の P ですけど、プログレッシブなアプローチっていう感じで書いてますけど、プログレッシブっていう言葉には段階的っていう意味合いも含んでます。なので、いきなりですね、今あるウェブサイトを全部スクラッチから作り直して PWA に最適化したページを作ろうとかですね、そういった感じのアプローチ、それはお金と時間がたくさんあるんだったらいいですけど、いきなりですね、全部ゼロから作らなくてもいいです。段階的なアプローチでですね、段階的に機能を追加していくことができますので、なので、SPA でなくてもいいって書いてますけど、SPA シングルページアプリケーションっていう言い方するんですけど、これウェブサイトの作りとして、ウェブサイトの側の部分を固定的なこう HTML ページを組んでおいて、その中を JavaScript でグリグリサーバーから取ってきて動的なコンテンツを表示するみたいなアプリみたいな、ウェブアプリですね、いわゆる。そういった作りになってると、それ非常に、PWA と相性がいいんですけど、いきなりそういう感じに作り変えなくてもいいよというところですね、そういったところ。あと、プログレッシブエンハンスメントってこれも多分結構前に流行った言葉なんですけど、環境の差異を受け入れて、当然ウェブサイトを見る人はいろんな環境があるんで、その差異を受け入れて、機能に制約のある環境でもですね、最低限の情報をきちんと表示させてあげられるように、そういった、工夫をしてあげるっていうか、そういう組み方をしてあげるっていうところですね、そういうのを意識していただければと思います。あともう一つ、アプリ化っていうのはですね、必須じゃないよ、必ずしもインストールしなきゃいけないもんじゃないよっていうところですね。これサービスワーカーっていうのは普通にブラウザの API として裏で動いてますんで、サービスワーカーをきちんとですね、導入していれば裏でキャッシュの機能とかそういったのが動いてくれます。なので、ウェブサイトの高速化とかですね、そういったツールとしてサービスワーカーは活用できますんで、そういった意味合いで、インストールさせなくてもサービスワーカー導入するっていうのには価値があることです。
で、その PWA ですが、ちょっとまあここから、導入に入っていって、やべ、あと25分だ。デモまでたどり着けるように祈っててください。ファイルの構成、大きく分けて、3種類のファイルというふうに、ファイル群というような感じでちょっとイメージしていただければと思うんですけど、1つ目はですね、コンテンツアセットマニフェスト、2つ目がマニフェスト、3つ目がサービスワーカーって書いてますけど、1つ目はコンテンツアセットっていう部分、これ基本的に既存のコンテンツで結構です。新しく、コンテンツ作る必要がなくて、レスポンシブであるならば、ウェブサイトをそのままでもとりあえず OK です。であと、その中でキャッシュするもの、しないものとかっていうのですね、つまり、最新の状態に保たなきゃいけないもの、常に最新のものをこうサーバーから取ってこなきゃいけないもの、もしくは、キャッシュするものをずっとキャッシュしておいて、高速化、例えば画像とかそうですよね、キャッシュしておいて早く表示させたいものとかですね、そういったものの、区別をしてあげる。で、あと、アイコン、これは追加しなきゃいけないんですけど、アプリにした時のアプリのアイコンですね。これはアプリの顔になりますので、非常に大事です。あと、もう一つオフライン時に表示するためのコンテンツを、追加で用意しておきます。これちょっとデモの時にお見せします。はい。それから、マニフェストですね。マニフェストは、JSON ファイルとして、設置します。で、各、設定項目ですね、バックグラウンドの色がどうだとか、画面のアドレスバーの部分を表示するしないとか、そういったのをこう設定してあげる。あとアイコンですね、アイコン何を使うとか、そういったのをこう表示してあげる感じになります。でもちょっと内容の説明まではちょっとはしょらせていただきますけど、こういう、設定ファイル的な設定ファイル的なものが、ありますよ。でそれからサービスワーカーですね、これさっきから言っている、PWA の機能のコアになる部分ですけど、キャッシュを制御したりとか、プッシュ通知を受け取ったりとかですね、あとバックグラウンドの処理をしたりとか、そういったのを担う部分を JavaScript で書いてあげます。ということで、ひとまずの PWA のアプリ化するっていう話であれば、サイトそのまんまでも、今フル HTTPS、これ必須です。HTTPS になってるのは絶対必須ですので、HTTPS のサイトであれば、マニフェストとサービスワーカーを追加して、インストール部分をぴょこっと追記してあげると、とりあえず PWA になりますよっていう感じで、います。ですので、なんか敷居が高い、難しそうとか、思われるかもしれないですけど、実はそんなに難しいもんじゃないです。ということで、既存サイトを PWA 化しましたということで、これ、僕がやってるサイトなんですけど、ワードプレスとウーコマースで組んでる、EC サイト、そのまんま PWA 化してみましたっていう感じで、こんな感じでですね、PWA 化すると、まずこういう感じで、インストールですね、インストール画面が出ます。これちょっと古いバージョンだとこんな感じの大きいのがニョキッとくるんですけど、新しいバージョンだとこんな感じで、下にちょっと細めのですね、インストールのサジェストションが出ます。で、インストールが完了して、アプリ立ち上げると、立ち上げ画面にスプラッシュ画面が出てきます。これスプラッシュ画面なんですけど。うん、で、コンテンツが表示されます。で、1回目の表示は普通のウェブページと同じです。ダウンロードしてきて表示するんで。ですけど、1回目の表示の時に、キャッシュに、データが組み込まれますんで、2回目以降の表示はサーバーに問い合わせることなくパッ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 と出てきます。なので、2回目以降の表示はめっちゃ早いです。あとホーム画面にですね、アイコンも、表示されます。で、ブラウザーの表示と何が違うの？左側がブラウザーなんですけど、ブラウザーの表示との違いって、アドレスバーがない程度で、基本的に同じような感じの表示になります。あとオフラインですね。これオフラインページを1ページ用意するって先ほど言いましたけど、ワードプレスの場合固定ページを1個、オフラインって書いた固定ページを用意しておくだけです。で、これちょっと右上のところですね、赤い矢印オフラインってありますけど、ここでしょうか、飛行機マークですね、これは飛行機モードで表示してみたんですけど、そうするとこうやってオフラインページが出ますよっていう感じになります。であとアプリのサイズ、これ一番下のクラウドファームっていうのもそうなんですけど、これちょっとギザギザになっちゃって申し訳ないんですけど 201K なので、アプリのサイズ非常にコンパクトです。ちょっと上のところにクロームがあるんですけど、672MB になってますね。非常に巨大ですね。なので、アプリのサイズとしても非常にコンパクト。ね。はい。で、先ほどちょっと戻って、よいしょ、これ、インストールのサジェスションが出る条件なんですけど、これ、はい。
HTTPS であるっていうさっきの大前提で言っていましたけど、HTTPS であるってことと、5分以上間を空けて2回目以降のアクセスがあったときに、インストールしますかっていうのがニョキッと出てきます。なんで、まあ、初見でいきなりインストールしますかって出てこられると嫌ですよね。なんで、一応そこはちょっとですね、ワンクッションを置いて2回目以降のアクセスで出るようにっていうふうにデフォルトで組まれています。2回目でもちょっと早いかなっていう気はするんですけど、そこのところはまたですね、コントロールできるようにしていけたらと思います。で、あと、まあ、当然ですけど、マニフェストとサービスワーカーのファイルが両方ともちゃんと存在しているよっていうこと。これ、この3つがインストールの発生要件になります。ということで、まあ、ざらっとこう最低限設定するところっていう感じで、準備するのはこんな感じですね。まあ、サイト名とかアプリケーションの短縮名とかそういったものを、用意してあげる。アイコンとかスプラッシュ用のアイコンとかですね、そういったものを用意する。で、背景色とかテーマカラーを決めておいて、あとオフラインページ、固定ページを1ページ用意してあります。これなんか面白いのはですね、なんか、どこだっけな、どっか鳥箱さんかなんかのサイトとかだと、オフラインの時は迷路が表示されたりとかですね、なんかこう、オフラインだから暇つぶしにこんなんででも遊んでてよみたいな、こう、JavaScript とかでゲーム用意したりとか、そういった一工夫するのも面白いかと思います。はい。で、さっきからキャッシュ、キャッシュ、コンテンツを取ってきて、キャッシュして表示するみたいな感じで、お話をしてますが、やっぱそのキャッシュのコントロールっていうのが PWA の肝になってきますということで、キャッシュプラン、キャッシュの運用計画こそが PWA の命っていうことでですね、そのキャッシュをどうする、どうコントロールしていくかっていうところですね、そういったお話をちょっとしてデモに入りたいと思います。で、キャッシュ、ここでいうキャッシュはですね、よくワードプレスやってると、サーバー側でキャッシュプラグインとかあったりとかするんで、サーバーの高速化のためのですね、そういうキャッシュではなくて、あくまでブラウザーの中にデータを取り込んで保持しておくっていう、そういうキャッシュっていう感じになりますんで、そのイメージで、お願いします。で、PWA におけるキャッシュのコントロールの基本としてですね、3パターンを覚えておいていただければと思います。1つはキャッシュファースト。コンテンツをこう1回取り込んでキャッシュしておいた場合、2回目以降にそのコンテンツを見に行った時にキャッシュがあればキャッシュを優先的に表示しますっていう、コントロールのパターン。それからネットワークファースト。これは、キャッシュを持っててもネットワークがつながっている状態であればオンラインのコンテンツを優先的に取ってきて表示しますよっていうパターンですね。なのでキャッシュはあくまでオフラインの時の予備ですね。それからノーキャッシュ、つまりキャッシュしない。これはもう情報の鮮度が問われるときにキャッシュを表示してもしょうがないですから、オンラインでデータを取りに行って、まあ、それがつながらなければもうオフラインのページを表示してしまおうという、まあ、潔いパターンですね。そういった大体3パターンを考えていただければと思います。で、このキャッシュをですね、コントロールとキャッシュを保持してくれるブラウザの中の機能、これキャッシュ API っていう機能があるんですけど、そのキャッシュ API ですね、都合の悪いことに有効期限とかがないんですよ。なので一度キャッシュしてしまって普通にこの3パターンみたいな感じで素直な運用をした場合ですね、有効期限ないのでキャッシュいつまで経ってもずっとキャッシュを表示し続けるとかですね、そういったことに陥りかねないんです。そこが非常に気をつけなきゃいけないところですね。有効期限ないのでほっといても消えません。で、キャッシュの同期とか更新とか削除とかそういったの自分でやらなきゃいけないですよっていうところは、気をつけてください。で、あと、まあ、サイト構成によってキャッシュの制御のやり方っていうのはちょっといろいろ違ってくるかなと思うんですけど、大きく分けて SPA シングルページアプリケーションですね、先ほど言った側の部分、アップシェルって、まあ、皆さん多分言うかなと思うんですけど、側の部分、アップシェルと中のコンテンツの部分ですねがきれいに切り離せる場合は、その側の部分だけとりあえずキャッシュしとけば、そのロード時間がパッと、それをロードするための時間がパッと短縮できるんで、非常にサクサクですね。中身はオンラインから取ってきてるんだけど、それでも実質的に半分ぐらいのですね、ロードの時間を短縮することができたりとか、そういった使われ方ができるので、非常に PWA との相性がいい設計、まあ、そのコンテンツと、まあ、アプリの側の部分の切り分けも非常にしやすいので、PWA と非常に相性がいいっていうところはあるんですけど、これ、2点目がマルチプルサイトって、これ僕が勝手につけて読んでますけど、ワードプレスのサイトはほとんどこれに当たるかと思うんですけど、普通にサイトのページってドーンとできて、まあ、ヘッダーとかフッターとかありますけど、それ全部ひっくるめて一つの HTML のファイルになって、まあ、ブラウザに降りてきますよね。
なんでそこ全部サーバーで構成して一つのページがポンと降りてくるっていうタイプで、そうなるともうキャッシュのコントロールっていうのはページ単位で、このページキャッシュする、このページキャッシュしないとか、そういう感じになってしまいがちなので、非常にコントロールが困難になってきたりとか複雑になってくるっていうのがあります。なので、まあ、ちょっとだからといって、二の足を踏まないでくださいっていうところなんですけど、まあ、キャッシュの計画に、ちょっと頭を悩ますところが出てくる。で、一般的な PWA のキャッシュって、どういうタイミングで、更新してるのとはいえ、まあ、あの PWA のキャッシュしっぱなしで永久にそのままとは、いかない、まあダメですよねっていうところもあるんで、通常ですね PWA の一般的なサンプルソースとかを見ると、でサンプルコードとかを見ていくと、サービスワーカーの JavaScript を更新したタイミングで一回キャッシュを捨てて取り直すみたいな、そういう感じの動きをさせているものが非常に多いですということで、一般的、まあ、更新タイミングということで、サービスワーカーそのものの、JavaScript のプログラムっていうのは、オンラインになった時に同期されます。あのサーバーと同期を取って更新にされてれば、次回起動した時に新しい JavaScript のファイルと差し替えられるっていうような動きをします。で、そのキャッシュされたデータの部分、画像だったり HTML だったり CSS だったり、データの部分っていうのは、そのサービスワーカーが更新されたタイミングでサービスワーカー自身によって一度捨てられるとかですね、そういった、実装の仕方っていうのは非常に、まあ、メジャーな、やり方になります。ただ、ワードプレスの多くは、ブログサイトだったり、情報発信系のサイトだったりとかですね、そういった、まあ、感じの使われ方、あとは EC サイトとかですね、そういったものが多いんで、このままだと新しくこう記事を書いても、記事書くたんびにサービスワーカーを更新するのかとか、そういった感じ、新着リストとかありますよね。あそこもキャッシュされちゃってたら、新着リストが更新されないとかなっちゃいますんで、このままじゃもう新しく書いた記事が載らないとかですね、新しく書いた記事へのリンクがどこにもないとか、そういう感じになりかねないっていうのがあります。ですので、そのキャッシュをどう扱うかっていうところをですね、そこをまあ考えを巡らせて、まあそもそものキャッシュの目的ですね、高速化だったりネットワークの接続、オフラインの対応とかですね、あと考慮点としてその更新をどうやって反映させるかで、あとインタラクティブなコンテンツとかを、どういうふうにですね、キャッシュしないで除外してうまいことを回していくかとかですね、そういったところを考えてあげる必要があります。で、悩みどころで、まあ、またワードプレスの話に立ち返りますが、更新を反映したいところとかですね、すぐさま反映したいところ、まあ、まあ、すぐさま即時反映っていうとちょっとあれですけど、例えばリアルタイムな情報を表示してあげたいとかですね、そういったところですね、そこを、まあ、どうやってカバーしていくかっていうところ、まあ、ワードプレスではほとんどの、コンテンツがサーバー側に、まあ、埋め込まれた状態で、ブラウザーに届くんで、そこを切り離すのが非常に難しいというところがあります。これ右側のところはちょっとこう、まあ、ブログのサイドバーンとかだったりするんですけど、こういうウィジェットの中の部分とかですね、これ、ウィジェットが切り離されてればウィジェットの URL の部分とかを、取り元の URL とかをですね、除外してあげればいいんですけど、なかなかこれの一つ前のセッション、REST API のセッションありましたけど、REST API からウィジェットを取ってくるとか、そういうのをちゃんと実装されているところというのはなかなかないかと思うんですけど、そういったところをどうやってあげるかっていうところで、これ6月のワードベンチでですね、なのでそういったのいい感じのプラグインがないんだよっていう話をして、で、なら作ろうっていう感じで僕は宣言しまして、これがめでたくですね、先月リリース となりましたということで、8月にリリースされました。ありがとうございます。ありがとうございます。PWA for WordPress っていうタイトルでですね、よかったこの名前開いててみたいな感じで、もうドストレートにそのままの名前なんですけど、PWA for WordPress っていうプラグインを、リリースしました。で、キャッシュの悩みを解決できるですね、プラグインを作りましたということで、はい。これ、検索するときとかもですね、この PWS4WP っていうのがこうスラッグ名になってるんで、そのままこの PWA4WP とかで検索していただいても出てくると思うんですけど、そのキャッシュに対して先ほど有効期限ないって言ったんですけど、内部的にサービスワーカーの中でですね、有効期限を持たせるっていうような処理を入れています。まあ、具体的に言うと IndexDB っていうデータベースの中にいつキャッシュした有効期限いつまでだよっていうのを持たせることで、有効期限を切れたキャッシュを捨てるみたいな感じの、処理をさせるっていうのを内部的に持たせてます。あと、キャッシュの除外を柔軟に指定できるように、しています。なのでこのページはこういう
ページはキャッシュしたくないよとか、この拡張子のファイルは、キャッシュしたくないよとか、そういったのを柔軟にですね、設定できるようにしています。ここで正規表現、分かんない方もいらっしゃるかもしれないですけど、そういう正規表現という、アスタリスクで全指定みたいな感じのそういう書き方がありますけど、そういうのでですね、指定してあげることができるようになってますんで、柔軟にですね、キャッシュの除外とかを、対応できるようにしています。ということで、よかったらあと10分ある、デモに行きます。で、さっきスライドの URL をツイートしたんですけど、スライドの中にはですね、一応なんかデモが動かなかったの時のためにですね、画面ショットとかも入ってますので、後でご覧になる方はそっち見ていただければと思うんですけど、でまず事前に用意していくものですね、オフラインページとアイコン画像っていうのがあるんですけど、ちょっとそこから入っていきたいと思います。よいしょ。で、デモページ、まんまの裸のワードプレスがここにあるんですけど、ここにですね、まず、PNG ファイル、アイコンは PNG ファイルで作ってください。PNG で、こんな感じでアイコンを用意しておいてあげます。それからよいしょ、オフラインページですね、よいしょ、固定ページでよいしょ、はい、こうオフラインってありますね、オフラインページを用意しておいてあげます。でこれ中身はですね、もうよいしょ、入ってみると、はい、オフラインナウ、オフラインナウ、なんか昔前の感じですね。でオフラインになる、プリーズトライアゲンレーターって感じで、今オフラインだよみたいな感じのですね、表示をしてあげる。で、ですね、この2点を用意したら、プラグインのインストールに入っていく感じなんですけど、よいしょ、プラグインのページから、よいしょ、でここで、もうちょっとこれネットワーク系だというふうにすでにのためにすでにちょっと導入済みなんですけど、一応ですね、ここでですね、さっき あのスラックでもいいです、PWA4WP って入れてあげると、もうポンと出てきます。このピンクのアイコン覚えておいてください。PWA4 ワードプレスですね。でこいつを、ダウンロードしてインストールしてあげます。でインストールが終わるとですね、画面の左下のところ、ここですね、メニュー、PWA4 ワードプレスっていうメニューができてきます。なのでここから設定をしてあげる感じになります。でメインパネルのとこ、こんな感じの、今 PWA の、稼働状態どうなってますかっていうので、上からマニフェスト、サービスワーカー、 PWA ステータスって書いてますけど、上がマニフェストっていうのは、マニフェストファイルが生成されて有効な状態ですっていうのと、サービスワーカーですね、これもサービスワーカーの JavaScript が生成されて有効な状態ですよ。で PWA ステータスっていうのは、これ PWA をインストールするためのタグがヘッダーの中に埋め込まれる状態になっている、オンの状態ですよっていうのを指してます。なのでこれオフにしとけば、これストップでオフにしとけば、とりあえず、ページの方のヘッダータグの中に、PWA のインストール部分のタグが埋め込まれなくなりますので、サービスワーカーとマニフェストはファイルとしては存在してますけど、PWA としては動かない状態になってます。はい、ということで、このページをロードした時の最初に皆さんに見ておいていただきたい、これですね、これこのページをトップページをロードした時の、ネットワークのこのタイムラインの部分になりますけど、あ、これ拡大できないダメだ、ですね、ざっくりこの辺、ここ0じゃないっていうのを覚えておいていただければいいと思います。32ミリセックとか23ミリセック、58ミリセックとかですね、何ミリ秒かのロード時間がかかって、このページですね、よいしょ、このページを構成する、コンテンツがダウンロードされてますよっていう感じになるんですけど、はい、よいしょ、そしたら PWA を有効にしてみます。スタート、でこれで稼働中の状態になりまして、今、これで稼働中、全部有効な状態ですよ。ここで一度、リロードします。よいしょ、これでリロードが完了するとですね、はい、これChromeのデベロッパーツールなんですけど、ここでもちょっと使い方確認方法を皆さんにちょっと覚えて書いていただければと思うんですけど、このChromeデベロッパーツールの中のですね、アプリケーションっていうタブがあります。すいません、これここ拡大できなくてちょっとお見せしたいんですけど、アプリケーションっていうところがあって、
ちょっとスライドで見れるかな。よいしょ。ネタバレしちゃう。あ、出てこないな。まあ、アプリケーションというタブのところを見ていただくと、この中にですね、サービスワーカーっていうのがですね、ここにちゃんと導入されていれば、左上のサービスワーカーっていうところを選択すると、あとですね、このマニフェストっていうところを見ていただくと、マニフェストファイルの内容っていうのがですね、バッと出るようになっています。で、今慌てて僕いきなり有効にしちゃったんですけど、その有効にする前に設定をご案内しなきゃいけないですよね。はい、よいしょ。はい、でこのですね、まずちょっと初期設定なんですけど、今ちょっといきなり動かしてみちゃったんですけど、マニフェストのとこですね。はい、こんな感じで、まずサイト名、テスト WP ってなんかすごい味気ない感じなんですけど、サイト名とショートネームっていうのが、これアプリとして導入したときに、アイコンの下にこう出るテキストですね。あそこがショートネーム。それから、デスクリプション、Just Another WordPress サイト。鉄板ですね、これ。はい。で、あと、スタート URL。これ、PWA を起動したときに最初に表示する URL。と、スコープ。これはですね、PWA が自分が管理する、ファイルのパス。なので、特定のサブディレクトリの下だけを PWA のコンテンツとして持たせたい場合とか、キャッシュしたい場合っていうのは、このスコープにスラッシュなんちゃらって入れといてあげれば、特定のスコープの中だけで PWA を動作させることができるようになります。あとアイコンですね、アイコン、これ、普通にメディアとしてアップロードして登録していただければいいです。こんな感じで選択してアップロードみたいな感じで、セレクトイメージみたいな感じで選んであげます。で、テーマカラーとかバックグラウンドカラーを選んでいただいて、あとディスプレイ、これはフルスクリーンとかスタンドアローンとかですね、これも、ちょっと説明、個別の説明省略しますけど、上にアドレスバーを表示するかどうかとかですね、そういったところを選んであげます。で、オリエンテーションっていうのは、縦画面か横画面かですね、スマホをこう縦に見るのか横に見るのかとかですね、そこを、設定してあげます。で、セーブしてあげる。で、さらに、サービスワーカーの部分ですね、はい、これさっき言った、3つのうちのキャッシュファーストとオンラインファーストっていう2つのパターンを選べるようになっています。サービスワーカーのキャッシュ設定、基本のキャッシュ計画を、オンラインファーストにするかキャッシュファーストにするかっていうところを選んでいただいて、でここがさっきのオフラインの固定ページですね、ちょっとサンプルページとオフラインしかない寂しい感じなんですけど、この中からちょっと自分固定ページの中から、オフラインの時に表示するページを選んであげる。でちなみにこれ、リンク出てますんで、これを押すとこんな感じでさっきのオフラインナウですね、オフラインナウが出てきます。で、あとキャッシュの有効時間、ここが、先ほど言った、キャッシュに有効時間を持たせてあげましょう。これ分単位で設定できますので、例えば1週間だったら10080ですかねっていう感じで1週間キャッシュしますとかですね、1日分だったら1440分とかですね、でそんな感じで指定してあげます。で、あとキャッシュの除外 URL、 これがさっき言ったこの部分はキャッシュしないよっていうことで、今僕ちょっとこうサンプルとしてですね、こうなんかちょっと 不十分ですね、ドットアスタだらかな、WP-JSON っていう、これ REST API ですね、 REST API で取得するコンテンツっていうのは、キャッシュしませんっていう感じで、こういう感じで除外を指定してあります。でさらに例えばなんか自分で作った API を除外したり、この追加っていうのをしたけどババって追加できますんで、リストに追加しますっていう感じで、例えばポチアスタスラッシュ API とかですね、スラッシュポチアスタだらとかですね、こんな感じで、キャッシュを除外するとかですね、そういうキャッシュを除外する URL を、正規表現で、指定することができます。もっと簡単に言うと、普段多分絶対やらないと思うんですけど、ドットアスタ、mmark.jpg とかすると JPEG ファイルが、除外されます。
まあ、画像を除外してどうするんだって感じですけど、こんな感じですね、指定ができるようになっています。あと初期キャッシュですね。ここは特定の URL を、アプリをインストールした時にキャッシュしておきたいよ、最初からキャッシュしておきたいよっていうのに、まあ使います。なので、アプリを導入してこのページをキャッシュを必ず、まあ、なんですか、オフラインでも見れるようにしておきたいとかですね、そういう時には初期キャッシュに追加してあげるとか、そういう感じでやります。あとこれですね、なんか変なのが出ちゃってますけどなんかエラーが出てますね。デバッグモードを有効にするか無効にするか、多分 PHP ノーティスかなんか出ちゃってますけど、ここで、まあ、有効無効を設定してあげて、で、はい、キャッシュ設定をして、これで、サービスワーカーのファイルが出来上がりっていう感じになりまして、今も有効な状態になってますので、はい、それでじゃあこやつを再読み込みにしてあげるとよっ、ここですね。よいしょ、ああ、一回開き直さないと。でですね、ちなみにですね、アイコンファイルはこれサイズ、アイコンのサイズに合わせて、内部的に自動的にリサイズしたものをバーッと登録してくれますので、1個だけでかいのを用意してあげて登録してあげれば、通常こうアイコンのファイルとして使われる 192×192 とかですね、そういった、まあ、スマホの画面に合わせて、リサイズをしてくれます。で、先ほどのネットワークのところをあれ、ちょっとこれでサービスワーカー更新されたかな、アプリケーションのサービスワーカーのところがあれいないですね。サービスワーカーがなくなってるよ。あ、いました、いますね。ということで、サービスワーカーがいる状態で、今もキャッシュがかかってるはずなので、ちょっとまだ読み込みがあれですね。アプリケーションも、ちなみにここのアプリケーションタブの中を見るとですね、今キャッシュのストレージの中にどんなキャッシュが、どんなファイルがキャッシュされてるよとかになりますので、あれキャッシュ側からですね、それからこのですね、やっぱりこのリロードしてデバッグして、リロードしてデバッグしてっていうのがなかなか大変なんですけど、来てますね。あれ、ちょっと時間ですって出ちゃった。ですね。まあキャッシュされたデータをですね、ちゃんとこう読んでくれてればですね、こんな感じで、はい、ここ from サービスワーカーっていうふうに出て。読み込み時間が見事にこう0ミリセックっていうのがずらっと出てくるっていう感じになります。なかなかリロードの都合が合わずなんですけど。で、きちんと設定してあげるとですね、先ほどの Chrome のデベロッパーツールのオーディットっていうところのタブを開くと、ライトハウスっていうウェブの、まあ、この内容のチェックをしてくれるツールがあるんですけど、そこでも PWA のところちゃんと100点が出ます。ちなみに左から39点というのはちょっと貧乏なサーバーなんで、ちょっと許してくださいって感じで。でも PWA としては100点満点が出ます。で、まだですね、ちょっと僕まだこう納得してなくて、いろいろこう追加したい機能とかもあるんですけど、プッシュ通知とかですね、なんかうまいこと、各社のプッシュに対応できるような感じのプッシュ通知とかですね。あと、今まだマルチサイトでちょっと使える状態じゃないので、マルチサイトで使えるようにしたいなとか、あとはそのインストールしますかっていうのは5分間隔の2回目のアクセスっていうところあたりとかですね、例えばタイミングのコントロールができるようにしたり、あとはコンテンツの中のビジェットの部分ですね、さっきあったサイドバーのところとかを AJAX に切り離してあげて、さっきの除外 URL に突っ込むような、そういうことができないかなっていうところとかですね、
そういったのをちょっと実装していきたいなと思ってますので、皆さんぜひですね、使ってみていただいて、欲しい機能とかあったらこうバンバンリクエストとかしていただけると僕も嬉しいんで、ぜひ見てみてください。で最後にちょっとまとめとしてですね、キャッシュの制御がとっても大事だよっていうところと、いきなり完成形っていうのは難しいと思うので、除外ちょっと多めにしてもいいので、多めに除外した状態からですね、段階的に導入していって、自分でこうスマホに入れて試してみるとかですね、そういったところも試してみていただければと思います。でワンモアシングで、PWA フォワードプレスはグーテンベルグレディです。で全く干渉しないだけなんですヘッダーにタグ入れるだけだからグーテンベルグだろうと何だろうとですね、別に関係ないよっていうだけなんですけど、なんか言ってみたかっただけです、すいません。はい、で、あとちょっと最後に告知をさせていただきます。もっと知りたい方へということで、来週のですね水曜日に日本アンドロイドの会で9月の定例会で時間をもらったので、今日の講演の内容のちょっと技術的な部分、テクニカルな部分ですね、JavaScript の中身だったりとか、そういうところをちょっとこう掘り下げた感じの話とかをですねしたいと思ってますんで、この辺とか、あと来週の土曜日に、茅場町でワードプレス黙々勉強会毎月やられてるんですけど、そこの場でもちょっと時間をいただいてて、そこは黙々会なんで、声かけていただければハンズオンとかもしますんで、ぜひですね、こちらとか、あと、30日は羽田の方のワードプレスミートアップの方にも、僕ちょっとお時間をいただいていく予定でいますんで、ハンズオンとかですね、そういったものをご希望の方、声かけていただければですね、一緒にこう導入したりとかしてみたいと思います。はい、ということで、ぜひPWA お試しいただければと思います。ありがとうございました。キントさん、ありがとうございました。いや、超良かったですね。なんか僕の中の PWA に対する心の中の衝撃が相当低くなりました、ありがとうございます。それが大事なんです、はい、ちょっと試してみるっていうのをぜひです、ね、さっきのデモちょっと気になったんですけど、はい、あれネットワーク、デベロッパーツールのネットワークのディセーブルキャッシュチェック入ってます、そこあ、やっぱそこだったんですか、ね、あ、そうだ、僕さっき初回のやつを見せるためにディスエブルしたの忘れてました、ごめん。じゃあこれで2回リロードしたらワンモアチャンスこれで1回リロードしてキャッシュします。はい、キャッシュされましたね。で何ミリセックって出てます。ありがとうございます、気づいていただいてはい、これで2回目バーン、あ、ゼロ、はい、ゼロ、ゼロが並びましたありがとうございます。あと1個質問、もう一ついいですか、アンドロイドだ と、 アプリインストールのための誘導が出るっていう話があったじゃないですか、うん、はい、あれ iOS はと出ません、出ません、出ません、はい、自分で手動でインストールというかデスクと、だってホーム画面に追加みたいなのを押していただく必要があります。アップルそういうの嫌いみたいなんですよね。これね、ちょっとね、本当はこれも用意してたんですけど、仕込みでしょうか、オーバーしてますけど、大丈夫、見つかりませんここにね今もうインストールしますから出た状態を用意してるんですよ。本当はこうリロードしてインストール出ますからによるって出るところを見せたかったんですけど、表示したらいきなり出ちゃったんで、なんか今日やる方、新藤さんネットワークルームにおられますので、はい、ちょっと見せてくださいって声をかけていただいたらと思います。それでは、次、まずは新藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。